はい、本日ですね、ノースフェイスマウンテンライトジャケットを5年間着用してみてというところでお話ししていこうと思います。ということなんですけども、このジャケットノースフェイスの中でめちゃくちゃ人気ありますよね。で、特に今までノースフェイスのジャケット持ってなかったんやけども、一回買ってみたいなっていう方がね、購入される方多いんですけど、驚異のリピート率。普通ジャケットで1着買ったらそれで終わりでしょ。やのに1着買って、うわ、色違い欲しいって言って買う人多いらしいんですよね。へえ、そんな人おるんか、どこにおるんかな。わしやないかい、これわし揃っとるやないかいっていう感じでね、これ同じマウンテンジャケット色違いでございます。で、このようにしてね、同じような、まあ、罠にはまると言いますかね、僕と同じ状態になってる人って結構いらっしゃると思うんですよ。で、あ、分かる分かる言うてくれてると思うんですけどもね、まあ、これはね、今後買いたいなと思ってはる方に向けて、まあ、簡単にご紹介していこうと思います。実はこれのもう一個上のモデルっていうジャケットもあるんですよね。まあ、トヨタでいうとこのトヨタじゃなくてレクサスみたいなね、もう一個上のやつがあるんですよ。で、それは何なのかというと、この漆黒のようにね、輝いてますマウンテンジャケットというね、もう一個上のレクサスみたいなモデルがあるんやけども、これは一回ちょっとクロート受けするからちょっと置いときます。今回初心者に向けてということなんでね、ちょっと難しすぎる話は良くないよねということなんで、今日ざっくり簡単にお話していこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、なぜこのマウンテンライトジャケットが人気なのかっていうのをさっきズドンと言います。で、ズドンと言った上でそれぞれのね、紹介をしていこうと思っておりますので、細かい話っていうのはちょっと一回置いときましょう。もう分かりやすく、そして端的にズバンといくっていうのがこの動画になっておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、このマウンテンライトジャケット一回まず着用してみましょうか。はい、と、まあ、このようにね、僕は L サイズで着用してて178センチ、70キロで着用してるんですけども、まあ、サイズ感気になる方はね、別動画でまた作ってますので、それはそっちを見てもらったらいいと思うんですけども、なんでこれが人気なんか、もうズバンといきましょう。で、ズバンといきますね。答えは3つ。まず1つ目、見た目がいいということが1つ。で、2つ目っていうのが実用性がある。そして3つ目っていうのが期間が、着用できる期間が長いという、この3つでも収まります。まあ、もう一回言いますね。まずは見た目がいい。そして実用性がある。実用性って何ですか？まあ、例えば雨とか風とかも守ってくれるよね。見た目良くて、しっかり天気も防いでくれて、そして最後に着れる時期が長い。洋服ってそうなんですよね。春物の洋服着たら春で終わっちゃう。で、秋服買おうかなと、秋もすぐ終わっちゃう。まあ、夏とか冬はちょっと長めやけどね、日本の四季っていうのはちょっと秋と春が短くなりつつあるっていうのは、まあ、有名な話であったりするんですけども、このジャケットは結構着れる時期が長いというね、まあ、この3つ要因でございます。では、一つ一つね、なんでなんかっていうところね、お話ししていこうと思います。まず見た目いいところっていうね、お話していこうと思うんですけども、このノースフェイスのね、このバイカラーといいますか、黒と何色、まあ、例えばこれだったらベージュ系で、黒とグレー系、そしてこういうツートンのね、ブルーがあったりするって、こう、まあ、ノースフェイスはよくある色味やと思うんですけども、僕がノースフェイスのアイテム結構持ってる中でも最も綺麗にね、この配色が収まってるっていうのが、こういったマウンテンライトジャケット、まあ、マウンテンジャケットもそうなんですけど、このマウンテンパーカー系はね、綺麗に配色が収まってるんですよ。だからついつい色違い買っちゃうんよと。で、もちろん他にもね、こういったヌプシーっていうのもね、名作であったりとか、あとデナリジャケットっていう、こういうフリースもあったりはするんやけども、この絶妙な色味のバランス、この派手な色も入ってんだけども、黒で抑えるとこは抑えてるから着膨れはせえへんし、やけどちゃんと色もあるから、その年の主張とか流行りのカラーも取り入れることができるという、この見た目が良いというところなんですけども、これによって何が生まれるかっていうとね、僕よく街中とかこうやって車で移動してるじゃないですか。ほんならよう見かけるのがチャリンコ、大阪ってチャリンコ結構みんな乗ってるんですよ。でね、お母さん方っていうかね、自動のね、何だっけな、電動のチャリンコ乗ってるんですよ。で、前にカゴつけて、後ろにカゴつけて、で、子供2人乗せてね、で、まあまあ早くアイスクリーム食べたいとかね、まあまあお菓子食べたいって言われてるの無視しながらね、もうグーってチャリンコ漕いでるんですわ。で、その時にパッと見たら女性の方もよく着てるんですよ、このマウンテンライトジャケットね。で、あ、旦那さんから借りたんかなとかって思ったりするんやけども、サイズ感もね、ジャストで着てはるから、女性も着れるんだねと。で、結構アウトドアのファッションアイテムってやっぱり男臭い感じになりがちじゃないですか。やけどこのマウンテンジャケット、マウンテンライトジャケットっていうのは、まあ、女性も着れるんだねっていうところでね、なんやったらうちの嫁もこちら着ております。で、こちらのサイズはね、 M サイズなんですけども、150センチ2センチぐらいのな、嫁がこれ着ててね、めちゃくちゃいいっていうことで、この間ね、バイクの教習に行ってたんですよ、昨年ぐらい。で、その時にもう毎回これをね、着ていっておりまして、この中にインナーダウンを着るという仕様で、もう完璧の装備で行ってたんですけども、その嫁もね、ノースフェイスの中では一番使い勝手いいの何って言われたらこれやと思うって言ってて、その次にいいのはヌプシやと思うって言ってたんですけど、まあ、それぐらい女性からも人気が高い、まあ、見た目もいいしっていうことで使い勝手がいいということなんですね。そして次、2つ目の実用性っていうところに行きましょう。実用性って何ですのと。だいたいね、見た目のいい服っていうのは、見た目はかっこよろしいんやけども、ちょっと取り扱いしづらいなとかね、洗濯機で洗われへんなとかね、クリーニング出さなあかんなとかね、それ以外にもね、こう濡れちゃったらあかんねんなとか、いろいろややこしいんですよ。特にウールとかカシミヤとかもそうやけど、まあ、カッチョはええんやけども、洗濯機できませんよね、クリーニング出さなあかんよね、レザーもかっこいいんやけど雨に濡れたらあかんよねってなるんやけども、このジャケットに関してはそれ全てがいけるということでね、もうマウンテンライトのジャパネット高田ですかいうぐらい喋ってるんやけども、これを一回ちょっと見ていきましょう。このように
水をパーってかけてもね、もう全然濡れませんわ。だから大雨の中これを着てても全然濡れることがないっていうような状態になってるんで、ちゃんと実用性も兼ね備えてる。それでいてですね、取り扱いも楽なんですよ。で、取り扱いの動画ね、また作ります。マウンテンライトジャケット、マウンテンジャケットの取り扱いの仕方とかっていうのは出そうと思ってるんだけど、基本的には洗濯機ぶち込みで OK です。で、まあその理由とかもね、まあまあ後々別動画でまた喋るんですけども、とにかく洗ってくださいと。もう洗わへんってことが一番ダメなんで、皆さんもね、あのパンティ履きますよね、パンティ履いた後ってどうされますかって言って、男性の方ですよ、男性の方ね、パンティ履いた後どうされますかって言うとね、ちょっとそれ燻製みたいにして棚の上に置いとくんやって方いてます？いてませんよね。まず洗いますよね。それと一緒、もうパンツと一緒だからもう洗っちゃえということで、とにかく洗ってください。なんでそんなことなんのというと、ジャケットもね、やっぱり皮脂とかがつきますし、汚れがついたり雨風がついたりしますので、ちゃんと汚れを落としていかんと、どんどん生地がね傷んでいって劣化するってことなんで、洗って清潔な状態の方が長持ちしますので、まあ洗うということなんですけども、これが簡単に洗える、別に手洗いする必要は全くない、もう洗濯機ぶち込んでくださいということなんで、まあその動画また出しますけども、そういったところで実用性があるよねと。じゃあ最後のところ、着用期間が長い、見た目かっこよろしいやないか、雨風も大丈夫、洗濯機にもぶち込める、やけど切れる期間が短いんですよね、では意味がないですよね。じゃあその期間を長くする方法はですね、少しちょっとアイデアというか工夫をすればいいだけなんですけど、これは僕のチャンネルのよく見ていただいている方はもうご存知なんですけどもね、インナーを変えていくだけで全然 OK です。でよく僕はね、これ例え話として部屋を言うんですけども、例えば冬の部屋って寒いんですけども、ちゃんと窓を閉めてあげればね、風は入ってこないですよね。でもまだ底冷えするなーっていう時は暖房をつけてあげる、そして部屋が暖かくなる、これと全く同じ理論です。体を部屋に見立てて、あちょっと寒いなと思ったら、こういうので風から雨風から守ってあげる。いや家の中には入りましたよね、でも暖房器具ないよねっていう時は、こういったね薄手のダウンジャケットとかね、あとはねフリースジャケットとかっていうのをこう中に入れてあげて、暖房器具代わりにしてあげるんですよ。そうすれば冬は寒くないですよね。で部屋も同じで、春先になってきたらまあ暖房っていらんよねと、ただその外は閉めとかんと寒いよねっていう時なんかは、まあ、こんな感じでロンティー着て、その上にジャケット着るだけ、もうこれだけで OK なんですよ。そうなってくるとですね、めちゃくちゃ期間長いないかと、私これロンティーの上だけに着るもんやと思ってたから、そんな長くないんかなとかって思ってたんやけども、そういう風に考えていくとですよ、まあ秋口はロンティー、9月10月はロンティー1枚でいいですよね。で11月ちょっと寒くなってきたななんていう時なんか、こういうフリースを入れてあげれば、あ全然あったかいですよねってことになってきて、次12月はもうちょい寒いですよねなんて言ってきたら、次はインナーダウンを入れてあげると。で1月極寒になってきて、もうこれは寒くて仕方がないと言った時なんかですね、あれもう何やったらダウンジャケット入れてあげるってことで、こんなん別にやろうと思ったらできるんですよ。でこういうねヌプシっていうジャケットとかはね、別に雨風守ってくれません。だからこれ一着で切ったらね、雨降ったら終わりですわ、風もねガンガン通してきます。まあ、なのでちゃんと上からこうやって窓をねガチンとこう閉めてあげれば問題ないと。ほど分かりやすいねと、そういうことで期間って長くなってるんだねっていうことがこれで分かっていただけたと思うんですけども、細かいこと言うと山ほどあります。分かります。他にもね、ジップインジップがどうのこうの、ゴアテックスの説明もしてないやないかいとかね、こうインナーのメッシュ使われてる話もしてないやないかいとかね、このポケットの位置はリュック背負った時にリュックの前をポチンってこう閉めたらポケット開かへんくなるけど、それを考えた上で高めに設定されてるやんけど、そんな話しないやないかいっていうのももちろん分かっております。ただ今回はちょっとね、まずは知っていただこうというところになっておりますので、まあ、こんな動画をねお話しさせていただきました。多分これ見ていただいている方ってね、5年着用してどう思ったのっていうのを知りたい方がね多いかなと思いますので、そんなお話をさせていただいたんですけど、まあ僕の話だけじゃなくて、あのノースフェイスのね、マウンテンライトジャケットのレビューのところとかもねざっくり見させてもらって、やっぱりこうリピートで買ってある方が非常に多い、こう色違いで買いたいとかっていう方が非常に多かったんで、今回はねこんな動画作らせていただきました。ただやっぱちょっと微妙な点とかもね、やっぱ若干あったりはするんですよ。まあ完璧なジャケットっていうのはこの世にないと思います。どっかはトレードオフでね、あのブランコシーソーのようにこうどっちかを取るとどっちかが下がっていくっていうのはね、もちろんそれって世の中の原理としてねそうやと思いますので、まあ完璧ではないんですけど、じゃあデメリットどこにあんのというとですね、以前こちらの動画でお話ししておりますので、その気になる方っていうのはこっちをね見ていただければ、あの上にね今カートが出たと思います、こうビヨーンって出たと思うんで、これをこちらプリッてクリックしていただければ、逆になってるかなちょっと分からへんけども、ポチッと押していただければその動画に飛びますので、それでねデメリット見ていただければいいかなと思います。ということで本日はですね、マウンテンライトジャケットの着用してみてという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。